浦島太郎発車いたします。昔々ある駅に心の優しい浦島太郎という若者がいました。浦島さんが改札を通りかかると子供たちが大きな亀を捕まえていました。そばに寄って見てみると子供たちがみんなで亀をいじめています。おやおや、かわいそうに、逃がしてはやるよ。いやだね、俺たちがせっかく捕まえた亀なんだ。どうしようと、俺たちの勝手だろ。お前たち、ところで入場券はちゃんと買ったんだろうな。ちゃんと買ったよ。見ると亀は涙をハラハラとこぼしながら浦島さんを見つめています。浦島さんは切符を取り出すと子供たちに差し出していました。それではこの青春18切符をあげるから、おじさんに亀を売ってくれ。ああ、それならいいよ。こうして浦島さんは子供たちから亀を受け取ると、大丈夫かい、もう捕まるんじゃないよ。ちなみに次改札に入るときは手回り品切符を買うんだよと、亀をそっと改札の外へ逃がしてやりました。さて、それから 2,3 日経ったある日のこと、浦島さんが江ノ電に乗って湘南の海に出かけて魚を釣っていると、浦島さんと誰かが呼ぶ声がします。おや、誰が呼んでいるなら。私ですよ。すると海の上にひょっくりと亀が頭を出して言いました。この間は助けていただいてありがとうございます。あの時の亀さん。はい、おかげで命が助かりました。ところで浦島さんは竜宮駅へ行ったことがありますか？竜宮駅？さあ、竜宮ってどこの駅だい？海の底です。え、海の底に駅があるのかい？はい、私がお連れしましょう。さあ、背中へ乗ってください。亀は浦島さんを背中に乗せて海の中をずんずんと潜ってきました。海の中は真っ青な光が差し込み、昆布がゆらゆら、赤やピンクのサンゴの林がどこまでも続いています。わあ、綺麗だなと思いながらも、心では乗車券はいらないのか、これは無賃乗車じゃないのかと思っていました。浦島さんがおどおどしていると、やがて立派な駅へ到着しました。着きましたよ。この駅が竜宮です。さあ、こちらへ。亀に案内されるまま進んでいくと、この駅の駅長の美しい乙姫駅長が色とりどりの魚たちと一緒に浦島さんを出迎えてくれました。ようこそ浦島さん、私は竜宮駅の駅長の乙姫です。この間は亀を助けてくださりありがとうございます。お礼に改札の中をご案内します。どうぞゆっくりしていってくださいね。浦島さんは入場券を購入して竜宮駅の広間へ案内されました。浦島さんが用意された指定席に座ると、魚たちが次から次へと素晴らしいごちそうを運んできます。ふんわりと気持ちの良い発車メロディーが流れて、タイやヒラメやクラゲたちが、それは見事な踊りが続きます。ここはまるで天国のようです。そして、もう一日いてください、もう一日いてくださいと乙姫駅長に言われるままに、竜宮駅で過ごすうちに3年の月日が経っていました。ある時、浦島さんはハッと思い出しました。家族や友達はどうしているんだろう。そこで浦島さんは乙姫駅長に言いました。乙姫駅長、今までありがとうございました。ですが、もうそろそろ帰らせていただきます。帰られるのですか？よろしければ、このままここで暮らしては。いえ、私の帰りを待つ者がおりますので。すると乙姫駅長は寂しそうに言いました。そうですか、それは名残惜しいです。ではお土産に玉手箱を差し上げましょう。玉手箱？はい、先ほどキオスクで買ってきた玉手箱です。この中には浦島さんが竜宮駅で過ごされた時が入っております。これを開けずに持っている限り、浦島さんは年を取りません。ずっと今の若い姿のままでいられます。ですが、一度開けてしまうと今までの時が戻ってしまいますので、決して開けてはなりませんよ。はい、わかりました。ありがとうございます。乙姫駅長と別れた浦島さんはまた亀に各駅停車で送られて地上へ帰りました。地上に戻った浦島さんは周りを見渡してびっくり。おや、わずか3年で随分と様子が変わったな。確かにここは浦島さんが釣りをしていた江ノ島でしたが、なんだか様子が違います。浦島さんの家はどこにも見当たりませんし、出会う人も知らない人ばかりです。私の家はどうなったのだろう。みんなはどこへ引っ越したのだろうか。すみません、浦島の家を知りませんか。浦島さんが一人の老人に尋ねてみると、老人は少し首をかしげて言いました。浦島？確か浦島という人なら700年ほど前に海へ出たきり帰らないそうだね。え？老人の話を聞いて浦島さんはびっくり。竜宮駅の3年は
この世の700年に当たるのでしょうか。家族も友達もみんな死んでしまったのか。がっくりと肩を落とした浦島さんはふと持っていた玉手箱を見つけました。そういえば乙姫駅長は言っていたな。この玉手箱を開けると簿記が戻ってしまうと。もしかしてこれを開けると自分が暮らしていた時に戻るのでは。そう思った浦島さんは開けてはいけないと言われた玉手箱を開けてしまいました。もく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 。すると中から真っ白の煙が出てきました。車内不審物発見いたしました。近づかないようお願いします。あ、これは煙の中に竜宮駅や美しい乙姫駅長の姿が映りました。そして楽しかった竜宮での3年が次から次へと山の線のように映し出されます。ああ、私は竜宮駅へ戻ってきたんだ。浦島さんは喜びました。でも玉手箱から出てきた煙は次第に薄れていき、その場に残ったのは髪の毛もひげも真っ白のよぼよぼのおじいさんになった浦島さんだったのです。おしまい。